ハンター。はい、ハロー YouTube、 今日もやってまいりましたミュージックハンター365。本日はアメリカンがビヨンドさん、そしてナビゲーターは MC マックス、そして今日も素敵なアーティストが出てきますので最後まで見ていってください。で、気に入ったという方はぜひグッドボタン、そしてこういったアーティストを毎日見たいなという方はチャンネル登録して、1日1組紹介しておりますのでぜひぜひチェックしてください。それでは早速本日ご紹介するアーティストはこちら。この声届くまで歌っていくの、本日のゲスト、ゆめさんです。お願いします。よろしくお願いします。歌うことを心の底から愛しています。大阪を中心に活動中、マイク一本で頂点を目指すソロシンガーと。もう作詞も作曲も、作詞作曲はもう自分で基本全部やらせてもらってます。なるほど、なるほど、わかりました。何かこう一貫してこう伝えたいメッセージみたいな、世界観みたいなのとかあったりするんですか？そうですね、ちっぽけな夢でもいいんで、何歳からでも夢って持っていいと思うんですよね。なんかそういうメッセージ性のある、なんか夢を持った方にだったりとか、情景をイメージできる歌だったりとかをイメージして作るようにしてやってます。結構じゃあそういったので、こうね、なんかバラードな曲が多いのかなって思ったりするんですけど、はい、どんな曲があるんですか？バラードだったら、まあ、私の代表曲の弱虫ドリーマーっていう夢を持った方にだったりとか、まあ、雨をコンセプトにしたレイニーっていう大好きな人とお別れしてしまう曲だったりとかが、アップテンポもやっぱりもっと聴いていただけたらと思います。なるほど、まあ、バラードもアップテンポも幅広く、はい、そうですね。すごいですね、結構どっちかにね偏りがちな気がする。そうです、どっちも一応こなせるシンガーとして頑張っていきたいなと。おお、すごい。ライブではここ見てほしいみたいなあったりしますか？ライブではみんなと一緒に盛り上がれる曲も用意してるんで、一緒に手を挙げたりだとか声を一緒に出す場面だったりとかを結構増やしたりとかしてます。今後かなり大きなニュースがあるということなので、ぜひお願いします。はい、3月25日、初のアルバムがリリースされます。おめでとうございます。そして、同時にワンマンライブがね、開催されます。それ会場はどちらで？会場はアメリカのビヨンドさんで。あ、なるほど、させていただきます。やっぱ普段と違うようなライブになったりするんですか？そうですね、普段は一人で結構ライブに出させていただくんですけど、今回はバックダンサーが4人も、ついて、豪華な感じになってます。なるほど。それではゆめさん、残念ながらお時間になってしまいました。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ライブ情報は、Twitter、Instagram 等に、載せさせていただいてますので、ぜひ、そちらの方をチェックしていただけたらなと思います。はい、それでは本日のゲスト、ゆめさんでした。ありがとうございました。それではこの後ゆめさんのライブ映像、そっちもチェックしてね。ミュージックハンター。朝の光に目を染め、重い体がゆっくりコツコツと昼を鳴らして、カフェハンザ息が止まるような毎日も、ぐちぐち文句言われる日々も、抜け出してやりたいことも、好きなだけパッとやりたいな。悩める人間立ち上がれ、今すぐ楽しむ今なんてない。ブレーキプルコールで愛されたいなっても言うつもりはないけれど、もっと慣れることないな。笑顔広いみたいに奪い合いなんてもそう面白くもないわ。誰かが勝手に持った決めしない顔せいで、いつも何か感じてるそのよく生きなきゃ。一人が好きなわけじゃない、嘘の笑顔なんてなんない、恋にならない声気づいてよ。 Lonely, Lonely、 素直になりたいけど強がってしまうの。
出会ってきた。あ、嬉しい、ありがとうございます。本当に、こうやって初めて出会ってくださった方々に覚えていただけるのってすごい素敵な、なんかバンってなかなかないと思うんで、私の挑戦3月25日ワンマンライブ、よかったら見に来てください。よろしくお願いします。これからも挑戦は終わりません。ありがとうございました。夢でした。本日はアメリカ村ピヨードさんからお届けしました。アメリカ村ビヨンド、気になった方はこちらをチェック。ミュージックハンターチャンネル登録もよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。また明日も見てねー。